第1回ショータイムカップ。皆さんこんにちは、ショータイムゴルフです。10万円です。今回このショータイムカップにスポンサーしてくれた方は岐阜県岐阜市にある金園町接骨院にこの大会のスポンサーをしていただきました。159ヤード16番パースリー。8番、8ドロー、多分ね、コンバーディやと思うんですよね。左前ちょっと。なんもないそん。何番？7番。7番で。イメージが湧かなかった。8番です。8番で。これもいいよ。ナイス。あ、え、あざす。これの人気が上昇する。好感度アップ。好感度。やること決まってきてる、うんうん、まだなんかそれができたできなかったいや、まあ俺のバカさ加減が1月2月とか何やっていいかもちょっとわからない。なんかこういう球打ちたいなってのはあるけれども、それが果たして自分に合ってるかどうかわかんないじゃないですか。だからトライはするけれども、それは無理だなみたいなのもあるし、先輩も結局こうさっきの推しの話じゃないですけど、あんまこうアイアンで使う時間にビッグボール打ってくイメージはないですよね。そうですね。そういうのを PGA の選手がやってるからって言ってやってもやっぱダメじゃないですか。まあできないことやってもいいです。はい、惜しい。惜しい。
中まで入ったと思ってはい、行った瞬間入ったな。ねえ、傾斜強いはずなのよ。いや、ナイス。いいね。ワンアンダー、ファイブアンダー、ワンアンダー、ワンアンダー、ワンオーバー、ワンオーバん？どこ？右。ドロー打てない。ドロー打てない。このホールドライバーも無理よ。まあ抜けたよ。もう一度上でやってたんだけど、上でやったのか。結構プレッシャーあるよ。これドローですか？ドロー打ってみよっか。じゃあからスライスになってしまった。大丈夫そうじゃない？大丈夫かな？そう。当たった。え？うん。気のせい。今なし。なし。なしはないっす。いや今さ、綺麗なドローを打ったから今のはもう抜けたことにしてちょっと前にリプレスプレスさせて。あれですか、あのちょっとキックすればいいんじゃないですか、フリーキックみたいな。そうだね。カバーキック。フリーキックの権利。いいドローだったから。ファールあった。あの青々とした木に当たった。この青々とした木に当たりました。え？こうやってこの青々とした木。ピンまで161ヤードです。青、何青々してんの。いいよ。 OK。 竹内の2度目160ぐらいかな。うん。ナイス。ナイス。136。ピッチングで。ピッチングで。ちょっと左行くの。ね。120。50で。はい、50で。
弱い。弱いのこれ。弱いな。ああ弱いわ。ああ。言ってアイアンウォッカーそんな曲がんないですもんね。曲げに行ってもっていうか。まあそうだね。あからさまに持ち球フェードだからってすごい曲がってる人ってあんまいなくないですか。アイアンでそんなカット。宮本さんぐらい。いえ、宮本さんも全然曲がんないよ。真っ直ぐ真っ直ぐだよ。ドローは強い人はいるけど、フェード強い人っていないよね。そうですね。落ち際軽くフェードする人いっぱいいる。ちょっとサムネ撮りましょう。オッケーです。あざっす。これ勝てないよこれ。そんなに取れ高いらないです。取れ高もしてこないと。ミンゴル滑ったからってそんなに。ある意味ミンゴルっすけどね。確かに。四角追いかけバット押せよ。カップながらこう光でできちゃう。惜しいね。あ、ありがとう。で、6アンダー、1アンダー、1オーバー。きゃあと、佐治くんがなんかしないと思う。なんかしてもね。何するんすかみたいな。ただもう、ラフバンカー2ペンで。期待するしかない。グリーンオン2ペナとかじゃない。それでもぶち込んできそうだから、はい、やりかねない、やりかねない。セブンアンダーですね。ショータイムで一番いいスコアじゃないですか。まあ、10アンダーなんです。あ、失礼しました。ヤンもいる。50代中の自分。あ、でも短いコースなんで。あー、でもヤンすごいじゃん。大変よ、スタバ。いや、ここイーグル取ったら俺20代なんだから。そうっすよね。狙うよ。あ、それ狙ってくださいよ。出るか20代。出るか20代。翔さんあの時20代出たんすか。出てない。あ、あの時3131。なかなかクレイジーです。うまいね。今あの白い人が歩いてるぐらいまで。無理やん。林越えです。林越えだね。もうワンラインでも林を越えるってこと。左の林行っても出せばいいだけだからいいか。ティーグランドこの辺に欲しいね。ちょっと俺左すぎて狙わせないようにしてるでしょ。そう、多分そうです。狙っちゃうけどね。林越えです。ここでこのホールで浅井さんこれ使ったらめっちゃいいんじゃないですか。確かに。206ヤード。さっきのためにいいから、ね、完璧だよね。
あここら辺の枝に当たっちゃいました。どこ行った？山のちょっと右前ぐらい。あ、オッケーオッケー。あとワンちゃん跳ねてくれたら受けてる。あと2ヤードぐらい右だったね。ちょっと待って、ライン的には多分、当たんなければ多分勝者狙う。これだと右なの？あ、左キックした。左キックしましたね。後ろの当たりだったね。後ろの当たりでした。下が緩いからもしかしたら回ってるかもしれない。スライスしてしまった。わ、俺抜けてんじゃん。抜けてるわ。抜けてますね。本当だ。でかっ。やべ、俺突き抜けてんじゃん多分。もしかしたら、あ、でも、あ、バンカーの、いやー、イーグルあれありますね、これは。スプーン、ナイス。あの狭いフェアウェイ捉えましたよ、ね、おお、ほんとだ。ナイス。あれですよ、ライト&ミドル。1、はい、2号1、4番。いやちょっと滑ったな。握っちゃった。235クリークで、ちょっと難しいなこれ。つま先下がり、左足下がりなんだよな。出てしまった。残念。バンカー。バンカー。まあこんなもんだ。まあバーディーは硬いですね。この2ラウンドは毎回イーグル取ったじゃないですか。うん。カルドニアンでも最初の10分イーグル。うん。星川でもイーグルして。じゃあ今日もやってくれますかな。距離わかんない。85、うん、何度？知らないよ。
回やっていいですか。ダメイメージは出てたダメじゃん入れたいけど超スピン。入ったと思った、打った瞬間半分動いたね、動いたの動きましたよねよく動くねまず入ったと思った瞬間あーまた最後入れたな、俺って思ってウィナー第1回ウィナーでは7アンダーだもん今日一日を象徴する いいと思うよ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイ。いやー何も出ないですね。何も出ないですね。もう差を見せつけられましたね。はい。ちょっとキャスティング間違えたかな。いやー。どこ君だもう。そうだね、そしたらもうちょっと接戦だったよね、はい。攻撃が欲しかったかもしれない。俺らおこなしてきましたかね。口が。分かってたよ、こうなるかなと思ったけどさ、やっぱ勝ちたいじゃん。勝ちたかったっすよね。そうだ、シード選手に勝ったっていうタイトルにできるんだから。うん、そしたら前半だけにしませんか。もう終わり、あそこ勝ったで終わり。後半は大事ですね。今日のハイライトで。いやー、うめえわ、30だよ。すごい気持ちいいゴルフできましたね。ショータイム史上最高バーディー。最高だね。前半何だったんですか。前半やでも悪くなかったの。本気出してなかった。あ、そうか。昼のビールが効いたかな。あ、そうかもしれない。翔太さん飲まさなきゃ。俺のせい。飲ませ足りなかったじゃん。やっぱあの横に置いてある竹鶴飲ませるべきだった。あれちょろちょろっとね。また違ったかもしれない。まあ、後半はできすぎですよ。言うて。表彰式。表彰式。行いたいと思います。優勝したのは浅地洋介プロです。セブンアンダーの素晴らしいプレーで。35。貫禄の。35。
じゃあ優勝の目録を。目録、10万円を。この強接骨折って書いてあります。ありがとうございます。ありがとうございます。第1回優勝者、ラジオスクロールです。素晴らしい。素晴らしいですね、本当に。本当に良かったですね。やっぱこの前のカレドニアンとは違って。そうだね、もうシーズンに開幕してるしね。やっぱ仕上げてきましたね。そうね、もう来週も実際試合があるんで。はい、クラウンズ。そう、中日クラウンズ。まあでも、配信される頃にはクラウンズじゃないかな。そうだね、確かに。まあだから、配信される頃には、ね、配信される頃にはまあ、また違う試合やってるんで。お近くの方は、はい、お近くの方は、はい、ぜひ会場までお越しいただいて、で来れない方もあのテレビや、インターネットで応援していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ショータイムではいつでもプロが集まった試合のスポンサー様を募集しておりますので、ぜひ概要欄からメールに送っていただけると嬉しいです。お願いします。はい、あと3位2位が、何でしたっけ。え、235ぐらいですか。532ですかね、上から5万、3万、2万で。すげえよ。1位がそれぞれだよ。3位は2万ウォン。そうだね、2位は3万ウォン。1位何万本か分かんない。